次ですけどね、2曲目ですけど、岡林瑠奈、私が、ファンなんですけどね、今年55周年、デビュー55周年記念らしいんですよ。で今年も、10月ぐらいからスタートして、12月末ぐらいまで全国回るそうです。大阪も産経ホールで11月28日にやるって、ちょっと素直で見てたと思ってました。今日岡林瑠奈の、デビュー曲、サンヤブルース、これもフォークというんですか、フォーク演歌という形で言わせて、演歌に近い曲だと思ってます。昭和歌謡の一種かもしれないね。それを、吉幾三が、カバーしてるんですけどね、吉幾三の味があっていいんですね。今日は、サンヤブルースの吉幾三版でいきます。Da-da-da.